龍が如く極み、お楽しみに。次何しよっか。おすすめあったら教えて。誰にも迷惑かからないかなって。皆さんこんにちは。龍が如く極みにキャバクラ嬢役で出演させていただくことになりました、畑野由衣です。前から知ってるゲームなので、さらに私ゲーム好きなので、すごい前回他の女優さんたちがたくさん出て、そこにまあいろいろあって入れなかったんですけど、今回出させていただけるって聞いてすごい嬉しかったし、待ち望んでたのでとても幸せです。そうですね、 3D は以前ちょっと やったことがあるんですけど、なんかその時よりすごい楽でした。なんかなんだろう、前のやつは結構撮ってる人が動いて撮るみたいなやつだったり、ずっとじっとしとかなきゃいけなかったんですけど、今回はそんなに苦でなく楽しかったです。イントネーションがちょっと関西方面なので出身が違うっていうのを気づかなくて、そこを直すのが結構大変でした。何回も言われて、同じとこ何回もやったけど全然ダメでした。でもなんかなんとかできました。はい、まあ、ずっとゲームが大好きっていうのをファンの方は知ってくださってるんですけど、前回出れなくて、で結構皆さんにもなんで畑野由衣は出てないんだと言われたので、今回本当に出させていただいてすごく嬉しかったし、皆さんにもぜひ私が出てる龍が如くをプレイしてもらいたいなと思ってるので、たくさん買ってください、お願いします。楽しんでください。龍が如く極み、お楽しみに。何頼みます？いい匂い。いただきます。ゴールドいただきました。皆さんこんにちは。龍が如く極みにキャバクラ嬢役として出演させていただくことになりました、宇川里奈です。龍が如くのキャバクラ役っていうのは、このセクシー女優さんの中で投票で限られた子しか選ばれないっていう難関のもんなイメージがあったので、まさか自分が出演できるとは思ってもなくて、直にオファーが来て、ね、すっごく嬉しかったです。一体どうやって CG を作ってるんだろうって思って、全く想像ができなかったんですね。なんて言うんだろう、レントゲン検査みたいな撮影をしたんですよね。説明できないぐらいすごい技術を使ってて、その撮影が終わったら速攻その CG のなんとなくの出来上がりが見えて、なんだろう、まんま自分を見てるような感じで出来上がりが、いやもうすごいですね。感動しかなかったです。キャバクラで働いたことがないんですよ。なんで、すごいそのイメージをしながら役を演じるっていうのが結構難しいなって部分もあったんですけど、男の人を思わせぶりな言葉ってこういう感じなんだなとか、台本見ながらいろいろ勉強になりました。はい、すごい演じてて楽しかったです。今回普段やったことのない役を演じさせていただきました。精一杯頑張りましたので、主人公の桐生さんに自分を置き換えて、癒されていっぱいいっぱいプレイしていただけたらなと思います。お楽しみに。